いや手間かかってますね。やっぱりそうですね、ここまでするのに結構年数が。あ、心拍がさっき 畑で太らした心拍の2年若い木ですかね、はい、2年若い、ま、ちょっと見えないかな、うん、曲げた木を畑入れて太らすとこういう風に、このような状態で、あともうこれはもう1年もう1年もう1年太らせて掘り上げる。 3年ですか。だいたい3年ですね。3年で、たまに天候によって太んない年ってあるんですよ、はいはいはい、そうするともう1年余計にやった方がいいかなって、年は1年持ち越したりしますけど、はいはい、いやでね、こうやって曲をつけた苗木で太さにするのには、はあ、そんな、これもただ曲げて植えるだけじゃなくて、はい、さっきの心拍も3年とか4年でこんな太さあったじゃないですか、はい、これも元々はこんな太さに見えるんだけど、元々はこのぐらいしかないんですよ、太さ、はい、これがねじったやつが癒着してこの太さになるんですよ。それも3年とか5年で太く見せるテクニックで曲げてあって、ただ普通に S 字に曲げて太らしたら3年植えてもこのぐらいにしかならない、うん、太く見えるような曲げ方っていうのをしてないと、なるほど、3年5年でこんな太さには見えない、面白いな、まあ、こうやって畑で作ったやつを鉢にあげて、はい、種木として皆さんに買っていただいたり、はあ、ちなみにどのぐらいやられてるんですか、ね、園は。年数は公明園って屋号にしてからは私で3代目で、はいはい、鉢物屋さんっていうか植木やりだしてからは7代目7代目、はい、すげえ。7代目って 何年から。昭和初期すごい歴史ありますね。1代20年にしてもね、ねえ、140年すごい。まあはっきりしたことは分かんないんですけど、はいはい、まあ、この辺も今年春掘る予定のベニチドリっていうもんですよ、ね、うん、海外で人気があって赤い 春赤い葉っぱに出るモミジがすごく人気があって、鉢に上がって芽が吹いて秋にはもうほぼほぼ完売しちゃう。赤はね人気あるって言いますよね。早くしないとこれがすぐなくなっちゃう。もう今から欲しいって言われてるんだけど、はい、畑で予約で売ると全部リンゴのリンゴ、まあみんなその畑に入れたり鉢でそのまま持ち込んだりするのもあるんですけど、はい、まあ、一旦はこういう風に針金かけて内容を曲げて骨格をつけて、こういう風にちょっと背の高くて曲げる場合と、最初からこうやってつまみ込んで小さくコチコチっとした種木を作るとか、この辺は長寿梅なんですけど、これなんか梅もどきの種木ですね、もうちょうどここで切っちゃったんですけど、つい最近まではもうヤブのようにバサーっと伸ばしてあって、それでも出てくるんですね、全部出てきますよ、これでね、まあ、今太らせながらこう小さくして太らせて小さくしてで、ね、繰り返して太ずんぐりの木を、まあ、この辺はちょっと古くてあっちのポットはもうちょっと若い木なんですけど、ズドーンって伸ばしたのをプツンと切って伸ばして、それを何回か繰り返すとただブツンじゃなくて少しこう丸みが出てきて盆栽っぽくなる。すごいな。原木なんですけど、これからのシーズンは梅の木を彫刻する材料を探しに来る人が多いです、はいはいはい、ゴチゴチしたところこういうところを削ってさばきに作り替えたりとか、はいはい、そういうことをするための遊ぶ材料を、うん、わざとこういう、あ、いいですね、これね、こういう木を立ててここを削って、はいはい、ウロッキにするとかっていうのがこれからは多いですね、うん、買いに来る方が、梅もね、なかなか、なんか探すと難しいんですよね、売ってなくて。そうなんですよね、うん、で、どうしてもこういう松竹梅用とかを、はい、春お正月に飾る用のやつっていっぱい売ってるんですけど、はい、まだ若木なので、はい、削ったりするようなところがないんですよ。そうですね、うちはこういう商品で扱いつつ残ったやつを畑に入れて作り変えるんですよ、はい、なるほど、盆栽っぽい骨格に、うんうん、お正月用の作りとちょっと違うじゃないですか、はいはい、枝の、 長さとかもね、それを
一回こういう形に作り変えて、こっから枝をちょこちょこっと作ると、逆にこういう枯れた部分だとか、うんうんうん、こういうのができて、そこを彫刻するとまた面白くなるんですね。なかなかこれだと削る部分がないよね。そうですね。わざとね、ごつく作るんですよ。ごつく作って。で、こう同じやつでも、こういう、はい、あの畑で頭がこう2つできちゃったやつなんかはわざと片っぽ落として、これ枯れた部分を作って削って彫刻する部分をわざと作るんですよね。まあ今はこうやってありますけど、はい、もしかしたらこっち全部削っちゃうかもしれませんしね。一回わざと切って枯らして、はい、こっちを全部シャリに削るとか、まあ、そういう加工しながら遊ぶ材料がこう、そういった感じの、まあ、もちろんこのまんまお花見っていうか、ね、花でね持って楽しむことも全然問題ないですけど、そうですね、で、まあこの辺は今度は畑に入れずに鉢で持ち込んで、うん、このまんま古く持ち込んで作る感じですね。で、曲つけて畑に入れないで鉢でずっと持って作ってるです、ね、あ、ものたちね。ですから畑にあるこんな太いのと、うん、これは年数はほぼほぼ一緒です。あ、はい、松とかもあれですか。松はね、今うちで使ってるのはナス御用の種をうちで未生して作ってるのが多いんですけど、はい、ほぼほぼ出来上がったのは松がすごく年数かかるので。そうですね、松は割と仕入れが多いです。ちょっと若い木を仕入れて少し形を良くするまで持ってみたり、はい、また注文でそのまんま収めちゃったり、こういう苗から作ってるんですけど、うんうんうん、未生してこんなんでもう5年かかってますから。そうですよね。なかなかここから曲げたりしてくるんですけど、大きい木を作るにはちょっと松は年数かかるんで、うちはもうほぼほぼ苗木で本当に1曲ぐらいつけるぐらいで売っちゃいますからね。売っちゃう、全部こういう段階から、うんうん、これを畑入れたりポットにあげて曲をつけたりとか。この辺の木はちょっと荒っぽいんですけど、こういう木だったやつをこういうふうに取り木をして、うん、はい、小さくは今取れて外したやつがこれです。この辺はちょっと出が悪かったんでもう一度かけ直したんですけど、みんな小さくしてこんな木にねしたのがこれですね。ここのところで外したんですけど、この辺は一度頭取り消したりして、うんうん、その下の再生したやつです。下の部分とかで、まあ、下にはこう傷とかがこうあるんですけど、はい、上を作り直してもう一度取り消をしたりしてこう作り直すための、一回取っちゃったんでこういう状態になっちゃうんですよ。そうですよね。でこれをまた畑入れたりして、この辺の枝をこう作って傷のある上を取り消をして、まあ、なかなかねこうやって使えないのもあるんですけど、うんうん、ここから先は矢島さんなんか矢島さんに作るとこのぐらいまでの段階かな、うんうん、まあ、ここからちょっと無駄な枝取って針金かけてこう格好つけて作っていく手前の段階、こんなところまでは やるんですけど、はい、ここから先は出てったお客さんなり業者なりが、うん、これ品種は何ですか。これはね銀圧です。銀圧草宮島御用で、今割と生産者が減っちゃったんで、はい、これなんかみんなお杉なんですけど、杉がよく売れますね。なるほど、うん、お杉がないとねならないので。そうですよね。最近あんまり作ってる人いなくなっちゃったんですけど、小商売でこれを何年かこちこち枝をつまみ込んでできたところ、食器では取り木できないんですけど、杉木をしたすぐ下で、うんうん、梅もどきの部分で取り木をして小さいやつを作るのによく売れますね。小商売梅もどきのすごく実の小さいタイプ、ちょっとこの辺は若いんでまだ実ついてないですけど、こういう実がつくんですね。あ、ちっちゃい、あったです。こんな感じ。これが本来だとこういう枝元にびっちりつくんですよ。まあこれを冬になったらこう枝をこうやって切って、でこち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 小さく作っていく種木ですね。これがうちの商品で、なるべくいろんな珍しいものを増やすのに、はい、まあ、売れるものもあったり売れないものもあったりですけど、こういうちょっと同業者の盆栽じゃないんですけど、いろんな樹種を扱っている苗木屋さんって安行ってたくさんいるんです。ここで盆栽になりそうな珍しい木を見つけてきて、これはシャラ、夏椿の、姫シャラじゃなくてシャラの木ね、シャラの八つ草なんです、シャラの木の単純に矮性品種が姫シャラかっていうとそうじゃなくて、うん、シャラの木の八つ草、姫シャラじゃなくね、そういうちょっと面白いんですよ、うん、結構ね枝ぶりもね盆栽っぽくこうやってできるんですよ。
珍しい木ありませんかってくるんだけど本当に珍しいと誰も買わない。あのみんなが知ってる珍しいものじゃなきゃいけない。そうですね、生産者は何年かかかって作るもんで、はい、何を作るかの見極めが結構大変ですよね。うん、そうですね。ちなみにそのハウスがあれですか、ミニ盆栽。まあ、これはそうですね、多少、まあ、この辺はどっちかっていうと仕入れたものが多いですけど、あ、仕入れてもやっぱり本当にきっちり出来上がったもん、うん、うちだと手が回らなくなっちゃうので、はい、やっぱり同じ買ってきても骨格物っていうか材料みたいなんで、うん、こっから肌を作るまでほったらかしてみたり、若木でこっから作り込むとか、そういうの、そういうのがやっぱりどうしてもうちに来るお客さんがそういう木を求めてくるんで、うん、あとはお客さんがこれちょっとおかしくなっちゃったから預かって、なるほどね、でこういうのなんか今入院中です。これすごいですね、元気なくなっちゃったんでちょっと預かってって人、横に幹倒して根上がり作ってるんですか。根上がりをね、潰したんですよね。あ、潰してるんですか。そう、根っこ、ね、まだ木としてはずんと若いんですよ。若い木でもともと根っこだったのを途中でこう折り曲げてあるんですよね、はいはい、すごい樹形。ただなんか元気なくなっちゃったんで来たんで、これ来春、はい、植え替えてちょっと素焼きに戻して、うん、少しこう元気つけさせて戻さないと元気、はい、こういった入院が結構き、入院が結構きますね。いいですね、まあ、こういう素材、こういうのみんな、なんかこれも全部取り木なんですけど、取り木して取れたのはいいんですけど、うん、本性にしっかりこう青いバリッとしたのになるのにすごく年数かかるんですよ。本性とは元々の本当の破傷になる。破傷に。どうしても規制が乗らなくて、なるほど、ちょっと弱ったのは何年か続いて、取り木かけるだけでも年数かかるじゃないですか。そこからまたまともになるのにまた年数かかる。そうなんだ。実際にね、松とかの取り木をやったことないんで。それなんかもううちでやったんじゃなくて、うん、趣味者の方がやったんですけど。ああ、そうなんですね。なんかね、業者はね時間かかるからやらないんですよね。趣味者の方が楽しみにやりながら、たくさんできてても世話しきれないので、はいはい、少しこう資本に処分して次の種木を買う。なるほど。これもこの辺は大体ちょっと大きいところに飾る、はいはい、レンタルというか、なるほど、まあ、預かってるんですけど、ショッピングモールとかに ね飾ったら目立ちますね。これで一周回った感じですか。そうです ね、もうちょっとさっきの見てた骨格のものがもうちょっと盆栽らしくなったものが、うん、結構まだ秋まではあるんですけども、はい、ほぼほぼ出荷しちゃった後なんですよ。なんでまだ商品に満たないような種木ばっかりなんですけ ど、時期が時期で来ればさっきの畑にあったのを掘り上げて、うん、枝ができたちょっと盆栽地味な格好になったやつとか、うん、もうちょっと商品らしいものもあるんですけどね。あのいじったり、逆に盆栽始める方がどうしても高い盆栽怖くて手出せないとか、うん、まあきっかけのような形でちょっとねリーズナブルな木とか、若い木の方が丈夫なんで、うんうん、やりやすいのもあります、ね、なるほど、まあ、一から作ってみたい人とかの ね素材にはもう本当に抜群ですね、はい、逆にこういう素材からすごく飾ってあるようないい木までするにはすごくテクニックがいるんですけど、はい、まあ、それはそれとして徐々に覚えていってもらって、はい、あの始まりのきっかけとしてやるにはいいかもしれないですね、うんうん、本日はありがとうございました。はい、はい。